こんにちは。響の所属声優が YouTube でお送りしている響スタイル。今回の担当は西尾優香と新藤天音です。二人合わせてオイルネスです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。夏休み終わっちゃったね、天音ちゃん。そうですね、どこ行った？花火2回見に行きました。おー、2回ですね。2回。おお、浴衣とか。いや、3回です。お、多いね。3回です。めっちゃ見たね。同じ場所で3回やってて、それを全部見に行ってました。いいね。え、浴衣とか着た？あ、浴衣は1日だけ着ました。あ、いいね。夏ね。かき氷をいっぱい食べてます。おお、アイスとかき氷好き。食べてないな。あ、本当？お祭りとか行って食べない？食べない。あ、そうなの？うん、リンゴ飴探しちゃうから。あ、はい、美味しいよね。では今回私たちがやっていく企画はこちらです。協力巨大ジェンガー。こちらです。ででん。お、これが1個のブロックです。でかい。なんか普通のジェンガだとなんかこれの中にもうセットが入ってそうな感じのサイズ、ね、私たち2人で協力してこう抜いておくっていうのを18回終わるまで終わりませんっていう、やだものになります。でその18回成功する前に倒しちゃったら、その倒した人が罰ゲームを受け続けるという。うわー、でもそれは罰ゲームに慣れていけばきっともう、そう、大丈夫だから、ね、確かにポジティブ、ポジティブに行こう。はい、行きましょう。ということで早速やってみましょう。はい、じゃあ私から行きたいと思います。はい、どうしよう。あ、やばい、意外とここなんか 重いからここ抜いちゃいけないところかもしれない。よいしょ。ええちょっと待ってえ、でもめっちゃ動いた。怖っ。はい。おお、スムーズに。めっちゃ揺れる。さ、うわー、危ない。さ。せーの。6個目。危ない。めっちゃずれてるよ。めっちゃずれてる。おお。スムーズ。え、じゃあもう上からの方がいいのかな。そうかもね。下怖いよね。もう下怖いな、ね、グラ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 、めっちゃグラグラしてる。でもこういってるから、うんうん、待って、とりあえず横方向に抜きたい。あ、来た。うわ、え、でもこっち乗せたくない。こっち乗せたくない。え、なんかめっちゃ中途半端に置いてるよ。ちょっと。よいしょ。はい。うわ、これどうすればいいんだ。え、待って、めちゃめちゃ傾いてる。これめちゃくちゃさ、グラグラだよね。いや、下はやばくない？いけんのかな。あ、そこいけるかも。もしかして、もしかして回数いってないから、お、率先して罰ゲーム。いつもやりたくなったでしょ。どれぐらいのバチバチが来るのかなって思って、ね、じゃあ行きます。3、2、1。お、あ、でも、あ、痛くない。そうなの。あ、私もやるんですか。じゃあもう、え、なんで違くない？不良品の可能性がある。あー、なるほど。じゃあ大丈夫でしょ。痛い。はい、じゃあ再チャレンジです。2回目。じゃあ今度は天音ちゃんからいくだね、うん、じゃあ倒した私から。はい。どこがいいかな。でも、あ、ここは危ない。なんかこう出っ張ってるところだったらさ、揺れたけどね。1個目。はい。はい。あ、ここ浮いてる。2個目。はい。
うい7個目いけないかな。あ、狙ってたところだ。10個目よいしょ。ほい、意外にこことかほら。おー、11個目よいしょ。ほい、12。果たして、あれ、私がいなくなってる、私がいなくなってる。あ、でもこれいける。お、よし、これはいくつ目だ。13。お、あ、危ない。こっちのっけたい。こっちのっけたい。え？真ん中。14。おい。おあとは。あとは。真ん中に。真ん中に。置く。今日のやつで。工事中です。工事中。トン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 。お、お、15。これで15だ。あと3つ。あと3つ。おい、16。どこ引こっかな。どこなら引けるんだろう。待って待って。お、お、あ、危ない。揺れ幅がトン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 。工事始まりました。トン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 。あ、お、お、あ、あ、抜けた。抜けた。これが17。17。いや、卑怯な置き方をしよう。えい。でも終われないんだよ、これ成功しないと。そうだ。うん、せやで。そうだ、帰れないんだ。あ、でもいけそう。お、いけるのでは？いけるのでは？お、お、お、これで乗っければ。もうこうしたいんだけど。卑怯だぞ。いや、まあでもこれは大丈夫。これはセーフですか？これは大丈夫。セーフ。帰れるかな。お、できた。やったー。18個。2回目で。ね、2回目でいけた、ね、よかったー。すごい。よいしょ、こんにちは。あ、やばい、倒れそう。ということで、はい、無事に18回成功しました。イエーイ。これどうだった？これね、うん、あの、案外痛くなかった。痛くない。なんかそのね、やっぱりスマホの振動とかかなぐらいで。確かにってなった、私も。だよね。うん、うん、もう一回やる。もう一回やる。いや、なんか、え、でも痛気持ちいいとはまた違うんだけど。めっちゃ無理をするじゃん。ね、次回やってほしい内容とか、まあ、罰ゲームの内容でもいいけど、もし何かあれば皆さんコメントで書いてください。お願いします。ということで今日はここまでになります。はい、このチャンネルの動画は響の誰かがどんどん更新していきますので、ぜひぜひ気に入ったらチャンネル登録をお願いします。ということで今日の担当は西尾優香と新藤あまねでした。バイバーイ。